っちこっち。あ、新しい服で来たんだね。あ、そのよくわからなかったからお店の人に選んでもらって。変かな。小羽っぽくていいと思うよ。あ、今日はメガネだけど次はコンタクトにしてみたら。目に何か入れるのってちょっと怖いけど、でもチャレンジしてみようかな。もっと変わるんだ。あんちゃんと一緒に最高のイベントをやるために。あんちゃん、小羽、あんちゃん、心配してくれたのに全然返事できなくてごめんね。そんなの全然いいよ。それよりその髪どうしたの？メガネも。そっか、肉たちに会ったんだ。うん、それで私決めたの。決めた？うん、昨日東雲くんにああいう風に言われて、確かに私はみんなに比べて真剣になれてなかったって思ったの。でもあんちゃんと一緒にここで歌ったことを思い出して、やっぱりあんちゃんと一緒にたくさんの人をドキドキさせるイベントをやってみたいってそう思った。私まだ全然力不足だけど、それでもあんちゃんと一緒に最高のイベントを目指したい。だからもう迷わないよ。やっぱり思った通りだった。小羽は私の最高の相棒だね。ありがとう、あんちゃん。こんにちは。って、またケンさんいないのか。噂をすれば、ちょうどいいところに来たじゃん。おいおい、店員が客睨むか普通。な、あずさは、その髪は？あ？お前、この間のチビか。おい、まだうろうろしてるのか。聞こえなかったのか。この店は、お前みたいな中途半端な。中途半端じゃないよ。は？私たち決めたの。もう一度イベントに出る。なんだと？ねえ、あんたたち次どこで歌うの？私たちあんたたちの出るイベントに出ようと思ってるんだよね。おい、お前ら自分たちが何言ってるか分かってんのか。中途半端な覚悟しか持たない奴が俺は一番嫌いなんだ。もしお前らがまた俺たちと同じイベントに出るなら、徹底的に潰すぞ。今度は実力でな。してるよ、覚悟。ラッドウィーケンドのこともここで歌う人たちの気持ちもまだまだ全然分かってないかもしれない。でも私はここであんちゃんと一緒にみんながドキドキする最高のイベントを作りたい。だから絶対もう逃げない。来週の土曜だ。次はモッシーストーンで歌う。枠はまだ空いていたはずだ。いいね、じゃあそこでやろっか。今度は正々堂々ね。勝手にしろ。帰るぞ、トウヤ。ケンさんがいねえならいる意味ねえ。あずさは、白石。え？二人は、ラッドウィーケンドを超えるイベントを本気でやろうと思っているのか？もちろん。そうか。楽しみにしている。え？ありがとう。
よく頑張ったね、小羽。すっごくドキドキしたけど。